シャガー、シキ、オニシ、ドラマル、ブルキンです。ナイド。はい、今回はシキが謎の企画を持ってきたんですけれども、はい、その名も歴史の偉人たちの名言の中に素人が名言を作っているでは気づかないんじゃないか説です。はい、今から4つの名言を言います。はい、人偉人に対して4つの名言を言うのよ。人偉人、人偉人、人偉人、なんだそのポケモンみたいな。いけ人偉人。そんな人偉人、人偉人、人偉人、人偉人に人偉人につき4つの名言を拙者が言う。ただしその中には1つだけ拙者が考えた迷える言葉、はい、名言が入っているということ。あ、まあ、それを皆さんに暴いていただきたいという、そういう企画でございます。簡単でしょと思うでしょう、と思うでしょう。超難しいでございます。あ、ほんま、超難しいでございます。いやいやいや、難しかったらお前がすごい偉人級ってことになってしまう。そういうことやね。いや、考えて、うん、ほんまに難しいから。あ、ほんまに、うん、ほんまに名言ってこいつ何言ってるんだろうって結構思ってたもんね。それではやっていくでござる。こいつら、ゴー、ベビキン。はい、まず第1問でございます。第1問は、はい、日本人なら絶対知っている織田信長殿でございます。あ、織田くんね。はいはいはい。あ、仲いい。織田くんね。まあ、織田信長といえばね、時代の常識にとらわれず新しいことといえ、あかぬんなら、うん、殺してしまえ、ほとどぎす。すごい言葉、怖い言葉でございますな、うんうん、それを言った織田信長さんの名言の中に一つだけ拙者の名言が入っているでございます。では、ただいまに読ませていただくでございます。では、ベビキン。愚かな間違いを犯したら、たとえ生きて帰ってきてもわしの目の前に姿を見せるな。攻撃を一点に集約せよ。無駄なことはするな。国が人を作るのではなく、人が国を作るのだ。必死に生きてこそその生涯は光を放つ。はい、ではお考えくださるでござる。これわしって言うの、あ、しんちゃんが、しんちゃん、しんちゃん、今友達じゃあわし、この時代わしって言うかなっていうところがまず引っかかるよな、うん、俺多分ね、この3つ目はなんか聞いたことあるよね。国が人を作るのではなく、人が国を作る。あ、でもこれあれか、でもあれか、なんかちゃう偉人か、これもしかして違う偉人のことは書いていない。四季が書いた、拙者が書いているものがその中に入ってるから。わしって言う、この時代。うぬちゃん、うぬ、ちょっと俺ね、四季が考えたとしたら、うん、一つだけ自分のやつだけ長いってミスは起こせない。なるほどな。そういう文明だと。なるほどな。 BCD のどれかやと思う。でも俺もそれ思うわ、うん、そんなことせんわな。せんやろ、うん、じゃあわしは言うとったんや。ちゃんと考えてくれる。いや、当て、俺ら当てにかかるから。うん、でもちょっと分かったかもしれん。分かった。うん、分かったらその ABCD をあのホワイトボードにお書きください。うん、はい、ではせーのでドンって感じで出してください。せーの、ドン。オンジ D D D、全員 D、 全員 D、 拙者の名言は C でございます。やっぱそうやんな。そうか、やっぱり。あ、そう、考えて。いや、思てんけどな。小田さん考えて。国が人が作るのでは人が国を作るのだ。そんなこと言うか。いや、俺は思ってん、これ D、 D なな、うん、D なと思ってな。必死に生きてこそその生涯光を放つってたやん、うん、でも人間って死んだ記憶ないやん。あ、生きてることしか考えてへんのさ、そんななんで死んでからのこと分かってんのみたいなふうに思わへん。しかもさ、うん、あのしんちゃん割ともうその場で死ねみたいな感じで言いそうな感じやからさ、こんな、なんていうの、ちょっと綺麗な感じ、ちょっとな、言うねんな、ほんまに思った。いや、ちゃんと調べてみたら、ちゃんと調べてみたら。いや、なんか死ぬ気がしたんで読んだでござるから。信者にちょっと勝てなんですよね。そうですね、うん、いきますよ、はい、第2問、はい、第2問はナポレオン殿でござる。フランス革命後、大混乱に陥っていたフランスを卓越したカリスマ性によって破竹の勢いでヨーロッパを征服し、フランスを制した馬の海も好きやったよな。最後だよ。でもさ、あれさ、馬ちゃうってさ、ロバやったみたいな話ある。あ、ポニーやろ。そう、ポニー、ポニー、ポニーやろ。ほんまめっちゃちっちゃかった、ね、でも馬の家だな。馬の家すぎてなんかちょっと G やったっていう説もあるから。まあでもな、その時 G とかあんまり偉人のことを下げすまない。偉人のようじゃない、偉い人でございます。はい、進めましょう。では、はい、読ませていただきます、はい、ベビキン。敵が間違いを犯しているときは邪魔するな。勝利したければまず敵を知れ。
状況、何が状況だ、俺が状況を作るのだ。有能の詩はどんな足かせをはめられていようとも飛躍する。ではこの中 ABCD からお考えくだされ。おんちゃんのことはあんまり知らんねん。多分な、四季の性格やから2回 C ではないと思う。要はフランス語を日本語に訳した名言でございます。あ、だからお前中華マスクのどこはじゃあそうなんみたいな感じ。思い切りほら喋んねん小説からでもスイッチしてる感じね。まあまあそういう感じを日本語で分かりやすくしましたっていう感じでございます。有能のこれ司司司有能の C じゃないかな。C でもこれ多分これ四季が有能の死っていう風に今死かなとか言ったから、うん、多分これ D じゃないわ。そういうの俺もそれちょっと作戦通り作戦通りこれ D ではないわ、うん、そうこれおかしいよな、矛盾しそうよな。勝利したければまず敵を知れ言うてんのに、うん、その状況を知らんとあかんわけやんか。ここで敵のことを知る状況を作るわけやんか。だけどさ、 C でそんな状況なんか知らんし、俺が状況やし言うてなんかわけわからんこと言うてる。A はほっとけやろ。 A はほっとけ。 A と B がそもそも違くない？ほんまやな。 B だけ仲間外れ。 A はほっとけやろ、うん、ほっとけほっとけ、どうせ勝つから、うん、状況状況、何が俺が作るから、うん、B だけ作戦通り作戦を立てるぞって、うん、敵を知るんや、うん、B です。マジで B やこれは B、これは B や、うん、これで、うん、B がおんちゃん言ってることやったら、もうこいつめちゃめちゃやる。これはもう別に、はい、ね、もう統一でいきますよこれ。せーの、 B、 答えは、はい、B でもらう。俺作戦通りあのさ俺を知ってどうする拙者知ってどうするの、うん、これはいけるな。ではラスト問題でござるよ、はい、はい。名言といえばこの方、相田みつをどんどんでござる。あのくじけそうな時、はい、そっと背中を押してくれるような名言というものが相田みつを殿の名言でござる、はい、ではお聞きください。ベビキン、体験して初めて身につくんだな。あのね、人のことじゃないんだよ、自分のことだよ。明日が来れば幸せだ。その時どう動く。はい、よ、この4問の中から拙者の名言を暴き出すでござる。さあお考えください。はい、これ俺も分かった。あのこれな、これ多分コツあると思うね。これを読んだ後に、うん、三つ折ってつけて違和感。あ、なるほど、うん、なるほど。体験して初めて身につくんだな三つ折。なるほどね、うん、あのね、人のことじゃないんだよ、自分のことだよ、三つ折、うん、明日が来れば幸せだ、三つ折、その時どう動く、三つ折。なるほど、うん、いやこれでも分かるわ。うん、なんかな、いやこれな、多分な、なんとかなんだなっていう言葉の最後の持っていかな、うん、これが、まあ、三つ男の、うん、癖的な、うん、夢や、うん、でもそれ一個だけやねん。ちょっと言わせてほしいけど、はい、これな、四つあるやん、一個だけ仲間外れだ、はい、またまた、うん、なんやすごいな、見つけ出すね、うん、トラブル探偵すごい、ね、これ言ったら答えなんてまうから、全部さ、ちゃんとさ、文として終わってるんやけどさ、その時どう動くって何ってならへん。その時どう動くのかなみっちゃんやったら、みっちゃんやったらどう動くのかなとかさ、うん、なんでこれだけなんか情熱大陸みたいな感じになってんのっていうプロジェクト X とか、なんかそこを気になるよな。なんかそう、なんか仲間外れ感があんねん。体験して初めて身につくんだな、これは 何事もやってみないとわからないよってことだよね、うん、そう。でも明日が来れば幸せだって結構さ、そう、そのなんかちょっと投げやり感あるくない。その時どう動く、みつを。いや、なんか三つ男っぽくないねん。なんでこれ、あの根だけちょっと片側なの。なんかちょっと、いやこれみっちゃんが結構やることでしょ。米津みたいね、米津か、あいねくらいね、あいねくらいね、あいねくらいね。さあ、お書きください。一斉にいたします。一斉ので、はい、 A、D、B、 まさかの全部こう、分かれた、うん、はい、なるほどね。相談しなかった俺らこんなもんですよ。そうよ、なるほどね。正解は C、明日が来れば幸せだ。違った。まあよく考えたらこれハマちゃんやもんな。違う。坂本キプよ。そうだ。はい、四季の名言が心に響いたという方、高評価、チャンネル登録よろしくお願いしますでござる。ではまた。バイバーイ。はい。